はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回は、アンリミテッドのロイヤルさんのデッキで、ミッドレンジやなということで、はい、タイトル通り、デッキ名通りミッドレンジロイヤル、中盤を意識した、ロイヤルのデッキになります。まあ、アンリミテッドってあのテンポ系が多くて、あとはあの無理やり失踪でこっちを置いてけぼりにするデッキが結構多いので、あの極光の天使は3枚積んであります。はい、極光の天使のファンファレ能力は相手のターン終了時まで、失踪を持つフォロワーは、攻撃時攻撃力がマイナス2になるんですね。これでお相手のね、まあ、例えばあの新鉄とかアマツとかのエルフであるフェアリーを、送らせたりできると。あとは、死後も結構多めに入れているので、まあ事故ることは少ないんじゃないかなとは思ってます。はい、今回このデッキでねやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。お相手さんはビショップだとどうなんでしょうかね。先行引かれましたが、ビショップ相手だとね、極光の天使はあんまり輝かないかもしれない。クマちゃんは一人さようなら。なんでこうなるんですかね。いやまあ、いいか。まあいいでしょう。まあいいでしょう。お相手さんの1ターン目、ムーニャール。失踪系と考えるのであれば、極光の天使はいいですよ、なかなか。極光の天使欲しいところではあるんですけど、んー、なるほど。んー、ちょ、ま、ん、珍しいアミュレットが入っているな。まあ、一時期ローテーションでね、大暴れした亀なんですけども、珍しいですね、これは。さあ、ムニアル登場。ここで、あ、そうですか、そういうことですか。いただきの境界を使って体力を攻撃力にする。うわ、あのとんでもないね、天球儀が。まあここで天使しても意味ないので、ホワイトパラディン、悪しき者は我が剣で裁く。さあ、ムニャールは、倒すことはできずって感じかな。ポパラを4ターン目の動きパスですか。極光の天使を追いく意味がないもんね、この場がね。いや、ぶっちゃけ言うと、今回極光の天使は役に立たないと思いますな。あの体力を攻撃力にするタイプだと意味ないんですよね。攻撃力を下げるんで。あ、そう、ワルツ残しておきたい気もするんですけど、白人の剣舞プラスワルツで盤面に2体残しておくっていうのはちょっといいと思うんですよね。とりあえず、ワルツ、まあ、ワルツ3枚確か入れてるんで大丈夫だと思います。頂きの境界を消したかったって気もするんですがね。まあまあまあいいでしょう。さあ、黒き破滅を、さあ、おいたが過ぎた亀を倒して、フォアパラで顔殴ってターン終了。さあ、お相手さんの5ターン目。おお、古い方のソニア。そうですか。ただそうすると4になってって感じなんですが、そうですね、能力によって受けるダメージがゼロになるタイプなんで、僕はドラゴンナイツのベインで上から取るとお相手さんはめんどくさいんじゃないかな。さあ、容赦はしないでいこう。で、頂きの境界は相手が攻撃するときしか変わらないんで、攻撃力ね。こっちがフォロワーに向かって攻撃するときは攻撃力の値で減っていくんで、だからまあそれうまく利用すればね、戦えなくもないかなとも思ったんですけど、めんどくせえ、くしょめんどくせえ、ムニャールまた来たー。
やーどうしようか。まあそうだよな、全員だよな。極光の天使が意味ねえからな。天使使う必要がないんだったら、もっかいベインもっかいベインっていうのが頭にあるんですけど、お相手さん進化権ないんで2体残しておくと嫌でしょう。さあ漆黒の剣舞を、さあ道を切り開いてお願いしましょう。さあ相手さんの体力が残り9。さあどうだ、7コスト、天より正義が降り立った。ヘブンリーナイトはかなり嫌ですけど、盤面に当たらないと死んじゃうよね。ムーアルミラージ、さあこれ攻撃力が5で失踪。あっ、え、ああだよね、だってベインさん上から取ることができるんで。オッケーオッケー、とりあえずは勝ちです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。